リリーフカーに乗る投手リリーフカーとは、主にプロ野球において、救援投手が登板する際に、ブルペンからマウンドまで投手を送迎する自動車を指す。和製英語であり、英語では、ブルペンカー、または、ブルペンカート。救援投手が投球の準備を行うブルペンは、ベンチ横のファウルグラウンドに置かれることもあるが、投手に打球が当たったり、野手がマウンドにつまずくなどして、 怪我をするるリスクがあるそのため、プロ野球の本拠地球上においては、スタンド下や、ラッキーゾーン内など、マウンドへの移動に時間がかかる場所に、ブルペンが設置されることもある。そこで、ブルペンへの投手送迎用車両として、リリーフ投手が乗る車、つまり、リリーフカーが登場した。リリーフ投手は、リリーフカーと呼ばれる車の助手席に乗り、ブルペンから登場する。 阪神甲子園球場のラッキーゾーンにブルペンが存在していた1964年、当時マウンドまで約70メートル離れていたためにその試合時間短縮策として交代投手を阪神園芸が所有する荷物運び用のバイク後部に乗せマウンドまで送ったことに始まる。ちなみに第1号はジーンバッキーであった。選手が 運転手にしがみつきながら走るバイクは1970年代中期まで続き、その後自動車に変わった。リリーフカーは基本的にホーム側、ビジター側それぞれ1台ずつ置かれ、ホーム側にはチームロゴやマスコットなどが描かれていることもある。運転は主に球場職員や1980年代には、 一般公募で選ばれたリリーフカー場が行う小的な要素が加えられるようになった。また、広島市民球場では無線操作のリリーフカーもあり、運転手が同乗していなかった。後楽園球場でリリーフカー場を務めた人物からは選手に関する、いわゆる、暴露本も出されている。本来の目的以外でも、球団マスコットがアトラクションで使用することもある。 また、読売ジャイアンツの王貞春は1977年に世界新記録となる756号本塁打を放った試合後、甲楽園球場のリリーフカーで場内一周して監修の声援に応えた。この時に車を運転したのは堀内つねおである。なおリリーフカーではないが、現在の東京ドームではヒーローインタビューに登場した巨人選手が、 ヒーローカーと呼ばれる小型車両に乗って同様のファンサービスを行っている。1990年代以降に建設されたプロ野球本拠地球場ではブルペンがベンチ裏に設置されることが多く、それにより投手移動が容易になったこともあり、2011年現在ビリ,リーフカーを置いている球場は全12球場中わずかに下記の3球場のみである。メジャーリーグでは ほとんどの球場はブルペンが外野スタンド付近にあるが、当主は小走りで登場することが一般的である。かつては主に車体にボール、屋根に球団の帽子をかたどった特注のゴルフカートなどが使われていたが、1950年代を最後に一時的に消滅していた。しかし、2018年にアリゾナダイヤモンドバックスの本拠地。 チェースフィールドでリリーフカーが復活した。同年にはさらにデトロイトタイガース本拠地コメリカパーク、ワシントンナショナルズ本拠地ナショナルズパークで相次いでリリーフカーを導入している。ブルペンで入り口から出社する直前のリリーフカー内野の手前でリリーフカーから降りる。当主現在のリリーフカーかつてフェンウェイパークで用いられたリリーフカー。 ありがとうございます。